有没有净化药？并没有，我真是什么都缺啊！这很少做呀，一路打过来也很少用，很少吃药。これは強敵だ。ライトニングバルト。おう。あっ。ああ。心の痛みを知らぬ者め。奥義。ボイドエクストリーム。那雷扎德之塔呢？前半段应该算是打完了，还有后半段。占いでは大吉と出ておりますが。哇，感觉这敌人都好那个啥呀，好多，而且好难打。后边还有一个法师。無茶はしないでください。心の痛みを知らぬ者め。奥義。ボイドエクストリーム。見たか、私の技を。小药闪开了。哎，得。不行啊，不行。这玩意儿看来是解不开呀，自动。不能打了，不能打了。看看能不能变换点净化药出来啊，用其他东西变出来。好，或者干脆用魔法解。哇，三只啊。四只，我说少了。来呀，反击没打到。Ordinary shape。真疼啊，六千的血啊，我八千。ライトニングバルト。ほっ。ほっ。心の痛みを知らぬ者め。奥義。ボイドエクストリーム。猛者。来，这回怼到了。その身に刻め。还剩一只啊。
你呀，没打到。我终于推平了他们，不容易。Void Extreme， 見たか、私の技を。占いでは中吉と出ておりますが。啊，这个还好玩一点。哎，破得漂亮。宝箱。霊柩なき者はただ滅するのみ。好多自爆灯啊！死の先を行く者たちよ。容赦しねえぜ。ライトニングバルト。やっ。哎呀，终于。好不容易啊！クラゲよ！よ！は！ほ！は！た！还有一个。占いでは中吉と出ておりますが。しねえぞ。ライトニングバルト。ほう。あ。は。だれ。秒了。不应该秒了，应该用那个超杀打死他。今度は私の番だ。五下。先把这个灯干掉啊！裁きの戦いなのだ。我什么情况？还有个怪传送到我身上了。啊，是那个法师。容赦しねえぜ。啊，一个都没打死啊！你武神失手了，算是控住了一个。哎。不错，闪了一个，然后反了一个。ライトニングバルト。は。よ。ほ。た。哇！哇，这招厉害啊！还是躺下打管事啊。我的我阿妈子密达的我哪儿那么多，哇，
还有。我这什么组合啊？好的，血量不多了。哇、哦、这就回了一万，哈哈。啊 GM 他开罐啊。哎，闪开了，闪到后面中那两下了。その身に刻む。なるほど。最后解决他，就怕他平移到别人身上。Void Extreme。さすがに無事ではいられない。魂の束縛はついに。この場にとどまる断りはもうない。进这个门，左边那个门没进的啊，记着点。那个门没进。シノ、先を行く者たち。皆さん、無茶をしないでください。一个回合秒掉。Void Extreme。さすがに無事ではいられない。舐めてんじゃねえ。俺を誰だと思って。坏掉的弓。打开了一个隐藏的传送点啊！啊，那还有怪呢！我等我出来的啊，如果你再出现在我面前，就干掉你。哎，什么鬼？啊，只是跟那个造型相同啊。我以为是一个地方。哦，刚才那个地方没走啊。哇！这。挂没挂呀？这个，赌一把挂了。啊，挂了。五，这一刀四千五。その身に刻む。哼！
痛みを知らぬ者め、奥義ボイドエクストリーム半血。那也得先打他啊，不能打乱一个。哎呀，连续晕啊！行没行啊，亚流哲？行了。反击一下！ライトニングボルト！ヤッ！ホー！ハッ！ハッ！ハッ！その身に刻め！進！啊，这算是打完了。我这下一定要扎死他呀！好，干掉2000啊！挺狠。好多胸铠啊！哇，这我不想打他们了啊！逃跑。打他们太耽误时间，要一个一个上还行啊，这也不是打不过，就是太耽误时间。我又一只龙，这个塔啊，起码打了一个半小时吧。那如果刚才那张打呢，又需要三分钟左右。折断的枪啊，这个是6000的物质点数啊，因为它可以转换出的东西比较好啊。啊，那个灯啊，不打了。把那个灯动起来了。那这次路呢，大叔好像第一次动人啊。好，干掉两个。啊，没出宝箱他。占いでは大吉と出ておりますが。吃尸鬼之粉，这个东西可不能吃啊。我。まがまがしい勝機に導いています。怪又挺厚。
哦，他在后排也能攻击。那先把他秒掉啊！这家伙皮糙肉厚。ライトニングボルト。やっ。お。あ。心の痛みを知らぬ者め。奥義。オイドエクストリーム。神の裁きを受けろ。舐めてんじゃねえ。俺を誰だと思って。連发功。啊，多给我来几把这个折断的枪。シノ、先を行く者たち、払い落として差し上げます。や、た。哎呀，没破防！克拉克呀！呀！他！你打出来色了！舐めてんじゃねえ！俺を誰だと思ってやる。哎呀呀，这边这个是毒箭。没了吧，分一下啊。就是传送到哪儿了？是 boss 那儿吗？啊，这要存一下。这个宝箱我怎么感觉容易弄坏啊？贱金属，存一下。记着有个地方没去啊，宝珠咱们还没拿到呢。没有怪啊，哈，没等着，这是什么？好，拿到了，太好了，就需要它，时间之环。以太结账，没了吧？没了，直奔传送点啊。
我都走丢了。啊，不是这儿。哈哈，就不打你。存一下，啊，开店啊，开店。暴力哈高，来变成上级配备变换宝珠。装备上级的幻视最终诅咒，一些东西变变啊。冰灵剑，好，这是好剑啊。闪耀剑，哇，好多好东西啊！啊，他们能变成宝石啊，宝石好像换不了太多东西。装备，看咬疗者能不能使用那个剑啊，可以。石化敌人、冻结敌人都不错啊。好剑啊。云谷神要不要换啊？我换攻击攻好高啊，茫茫高啊，换了吧。他换呢，技能就要需要重新设置啊。有没有什么可以学的啊？一会儿，剑舞，幻视蜘蛛干嘛的啊？无限使用透镜。冰灵剑3600，火性珠是干嘛的？哦，出现这个加三，闪耀护手，这个要四个就行了。冰灵剑1200，攻击13，闪耀剑呢？1200，攻击13。普通剑要啊，天使像不要了。
看看终极变换有没有什么可以变的东西啊，也没什么了，也没什么好变的了啊。3万多，现在3万3啊，这离10万还远啊。我才49啊，啊，咱们还做不了吗？我怎么记得能做，做不了啊？啊，那算了，那暂时呢就这样了。暂时呢，咱们的装备就是这样，记住一下啊。上了啊！雷扎德，ようこそ、女神バルキュリア。今この一瞬をどれほど待ち焦がれたものか、思えば数ヶ月、初めてあなたを見た時の胸の高鳴りと同じように、私のこの胸は高ぶっている。バルキュリア、愛しき者よ。理想法人传送方阵。なぜ使える？私はあなたを見初めた時から考え続けていました。人が死に、魂となってさまようのであれば、その魂と共に生きる神というのは一体何なの？私は神というのは魂と等価な存在だと考えたのだ。だから私はこの器を作り出したのだ。神が神の器たるエルフを作り出したのと異なる方法で、エルフからこの器を、器に入るべき魂は他でもない。バルキュリアよ、あなた自身が。私を呼び寄せるために、屋上で夫婦にあんなむごい仕打ちをしたのか。そうだ、ホムンクルスの器に魂を融合させ、一人の人間を作り出すために、何人もの人がエルフたちを犠牲にしたのか。あ、我觉得可以开打了。その通りだ。神ではなく人間としての存在であるバルキュリア、それが私が憧れ望む全てなのだ。愚かな、さまつな思いの彼方に身を投じるか。人
人の領分を超えた行いが招くものは死ではない。滅と知れ。残念だ。まあ、いくらでも再生は可能です。打雷扎德。我と共に生きるは霊源なる勇士。哇，他们在这两个家身后。やけ明快の霊柩。すぐにこの者たちを想定してやろう。龙牙斗士两只。啊，存一下。哇，弓真的很高啊！Fire！ 嗨，反射了 ！Lightning Bolt！ 哈，可以！好，干掉一只。啊，平移到这个身上了。讨厌啊！来，冻结。プリズミックミサイル。啊，这现在不使，还等什么时候？纯就纯吧，纯的也得用啊。哟，大魔法！天国星坠，这是红色飞弹的大魔法啊！セレスティアルスター！哇！先秒了再说啊！奥义，ファイナリティブラスト！本当に信じまかい？ファイアラ！ハッ！こだ！ホーマイ！その身に刻め真理鸟了。好、没有逆下了。ボイドエクストリーム。光这一招可以打他三面的血。バカな！啊，雷扎德过于自信了，以为能打过女武神啊！好了。神と人間の間に愛情が成立すると本気で考えているのか。これは面白いことを言う。神と人間の間に、あなたは自分が一体どのような存在なのかまるで分かっていないのですね。私の存在、バカな。主神オーディンこそ我が父創造主。まあいいでしょう。そんなことは私にとってより大切なのはバルキュリアよ。
私があなたを愛しているという事実なのだから。夜迷いごと。それではまたいつか。那二代里呢，雷扎德又登场啊。あなたは自分が一体どのような存在なのかまるで分かっていないのですね。那他做了很多容器。那这有个最小的，没下得了手啊。出来了啊，那还有一点时间咱们就不用了啊，记录一下。好，把这点时间就走完，然后神界平定了，不去刷那个枪了啊。さし現在の戦好，绝对优势了啊。現在の状況圧倒的にこちらが有利。エインフェリアたちの近況。咱们上传的艾美。十五级神格者，看看最早上来的杰拉德怎么样了啊？十三级了。エインフェリアたちの。不想知道谁的了啊。素晴らしい。今回のあなたに与えられる。二万三。マテリアライズポ。あなたの働き、これらのアーティファクトはあなたに授けた。あ、也给了一个幸运硬币、生命手镯。レナス、力のある選手は多くいるのだけど。敏捷、擅長游泳。あ、这个需要那个带着小饰品了啊。泳ぎの得意な舞台の指揮を任せ、剣士が優れた剣技の。くれぐれも気をいい報告を期待。啊，那就是需要第二张盘了啊，到时候换下盘就是可以打第五张了。啊，那好，那今天呢就差不多啊，先给大家录制到这里了，感谢大家收看吧，咱们下期再见。